ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。一通り株も揃ってきて島も充実してきたな。あれ、魔理沙動物の森をやってるの？ここ1ヶ月は毎日やってるんだぜ。秋っぽい魔理沙が毎日やるなんて驚きだわ。そんなに秋っぽくないんだぜ。それなら魔理沙の家の押し入れに眠ってる積みゲーたちは何かしら？あれはコレクションだから、時が来たらプレイするんだぜ。その時っていつ来るのかしら？ところで今日は動物の森シリーズの振り返りをするんだろ？そうだったわね。今日も動物の森シリーズの話をしようと思ってたの。今回が動物の森の振り返りの最終回になるわ。それじゃあ本編に行こうかしら。楽しみなんだぜ。ちなみに、このチャンネルでは日常の気になること、歴史などをジャンル問わず紹介していくわ。気になる方はぜひチャンネル登録してね。よろしくなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。早速なんだけど、今回も動物の森の歴史を振り返っていくわね。前回は中編として DS と Wii で発売されたシリーズを紹介したわね。確か成功と失敗で比較したシリーズだったよな。そうね、前回は DS でシリーズの知名度を確固たるものにしたのと、Wii で出したシリーズでは反省点が多く残る結果になったって話をしたわよね。この辺は前回の動画を見てもらうと詳しく説明しているから概要欄に載せておくわね。わかったんだぜ。そして今回最初に紹介するのは、2012年11月8日に 3DS で販売された、シリーズ2作目の携帯機での販売となる飛び出せ動物の森になるわ。飛び出せ動物の森も 3DS でたくさん遊んだんだぜ。本作は Wii や過去作からの反省点などを洗い出し、今までの動物の森シリーズから地続きになっていたマンネリ感をリセットして、新しい動物の森を作るというコンセプトのもと開発されたの。確かにシリーズとしては毎回同じような展開やゲーム性だから、プレイヤーも少しずつ飽きてくる頃だよな。でも具体的に何が変わったんだ？まず一番の大きな変化として挙げられるのが主人公の立ち位置になるわ。立ち位置？今までの主人公は村に引っ越してきて家を買い、その家のローンをアルバイトでお金を貯めて、タヌキチエローンを返済するゲームと言えるようなものだったんだけど、今回からは主人公が村の村長となって、村全体を作っていくというものになったの。具体的には村中に自由に橋や公園などを設置することができたり、条例を制定することで村人の生活サイクルを夜型に変えることができるようになるなど、今まではマイホームだけだった自由なスローライフを、村全体を自分好みに自分のペースで整備することができるようになったの。なるほどな、始まりの部分からすでに過去作から差別化されているんだな。まずは当時の CM を見てみましょう。わかったんだぜ。動物の森も暖かくなってきました。満開の桜の下でお花見、友達の村に集合して鬼を決めてかくれんぼ、子供の日には鯉のぼりや鎧兜を飾ってみました。毎日が待ち遠しいのんびり気ままな生活。飛び出せ動物の森、いつも一緒でなくさないダウンロード版もあります。どうだった？過去作との違いが伝わったかしら？主人公の雰囲気が前作と違ってる気がするな。そうなの、今作からキャラクターの頭身が少しだけ高くなっていて、ファッションも上着とズボン、そして靴に帽子といったコーディネートが可能になったの。今までは帽子と服の2種類だったのが一気に増えたんだぜ。さらに本作では動物の森シリーズの根幹にあるユーザー同士のコミュニケーションにおいても大きくてこ入れがされていて、シリーズおなじみとなった通信機能を用いたお出かけの他にも、3DS のすれ違い通信を活用した住宅展示場が新登場したの。住宅展示場？本作ではハッピーホーム展示場という施設が新しく登場して、外出先ですれ違った人たちのマイホームを自由に見ることができたの。チャットによる従来のコミュニケーションとは異なった、新しいユーザー同士の交流といった点ではすごく面白かったのよね。当時は 3DS をカバンに入れて外出してたのを思い出したんだぜ。そして本作は動物の森シリーズ初となる大型アップデートが実施され、発売から4年後となる2016年11月23日に無料アップデートとして、飛び出せ動物の森アミーボプラスにパワーアップしたの。どんなアップデートだったんだ？名前の通りアミーボでの遊びを強化したものになっていて、動物の森シリーズのアミーボカードを読み込むことで、村に新たな住人を呼ぶことができたり、新しく登場したオートキャンプ場に、イベントの時にしか普段は会えないキャラクターの、
ジングルやジョニーなどを呼んで季節限定家具が気軽に買えるようになったの。季節限定の家具がいつでも買えるのは嬉しいな。ちなみに 3DS でアミーボを読み込むためには、ニュー 3DS もしくは専用の NFC リーダーが必要になっていて、当時動物の森をプレイするために本体やリーダーを買った人も多かったわね。私も動物の森のためにニュー 3DS を買った覚えがあるんだぜ。それから少し時系列が前後してしまうのだけれど、2015年7月30日には本作の派生作品として、動物の森ハッピーホームデザイナーが発売されたの。この作品は従来の作品とはゲーム性が異なっていて、主人公はタヌキハウジングの従業員となり、お客の動物たちからの依頼に沿って希望の家を作っていくという、部屋作りに特化した作品になっているの。この作品は私もやってないんだぜ。派生作品ということもあって、未プレイというユーザーも少なくないと思うわ。せっかくだから当時の CM を見てみましょう。わかったんだぜ。ここはタヌキハウジング。動物たちの街づくりも手掛けております。今日は学校のデザイン。寺子屋や魔法学校にも。ホテル、コンビニ、お花屋さん。どんどん自由に思いのままに。任天堂 3DS 動物の森ハッピーホームデザイナー。CM を見ると面白そうなんだぜ。従来の作品では揃えにくかったシリーズ家具なども本作では気軽に揃えることができたりするから、インテリアを楽しみたいプレイヤーには最高のソフトだったと思うわよ。今からでもやってみたいんだぜ。そして2017年11月21日にはシリーズ初のスマートフォンでリリースされた動物の森ポケットキャンプが配信されたの。本作はメインタイトルというよりは派生タイトルになるから、今回の話題で取り上げるか悩んだところだけど、現行でも遊べるシリーズ作として少しだけ紹介するわね。配信された当時は私もやってたから懐かしいんだぜ。こちらも CM を見てみるわね。わかったんだぜ。CM を見てわかる通り、本作はスマホの縦画面に最適化された作品となっていて、解像度も歴代シリーズで比較しても非常に高画質になっているの。スマホのスペックを活かしたゲームということだな。スマホでのリリースということもあって、動物の森シリーズのテーマであるスローライフからは少し思考が異なる作品ではあるのだけれど、主人公はキャンプ場の管理人として家具や環境の整備、動物たちのコミュニケーションを楽しむ従来のゲーム性と、毎日のログインボーナスや季節のイベントなど、現実世界との時間のリンクは今まで以上に感じることができる作品で、意外にもスマホと動物の森という相性がマッチしていた印象があるわね。スマホだと隙間時間に少しだけプレイなんてできるもんな。そして最後に紹介するのが、3DS 版の発売から7年後になる2020年3月20日に、シリーズ待望の最新作である集まれ動物の森がスイッチで発売されたの。前作から7年も経っての発売だったなんて驚きなんだぜ。7年の間に細かなアップデートやスマホ版など派生作品も登場していたから、意外に7年も出てなかったんだなって印象があるわね。まずは CM を見てみましょう。わかったんだぜ。何もない無人島では、道具から手作り。作った道具で川を飛び越えて、崖を登って、化石を掘って、発見と喜びでいっぱいの毎日がこの島にはありました。何もないから何でもできる任天堂スイッチ、集まれ動物の森。どうだった？過去作との違いが分かったかしら？違いどころか全てが新しくなってるんだぜ。そうね、マリサの言う通りで CM でも伝わるくらい、過去作とは比較にならないほどの進化を遂げていると言えるわね。まず大きく変化したのは舞台になるわね。主人公はタヌキ地の無人島移住パッケージで無人島の住民になるところから始まって、
そこから島の整備や DIY で、新しい家具や道具を作り島を発展させていくといった、今まで以上にゆっくりとした時間を過ごすことができるようになっているの。発表された当時は発売日が待ち遠しかったんだぜ。それから数ある新要素の中でも、シリーズ初となる島クリエイト機能によって、川や滝、崖といったものをプレイヤーの思った通りに変更できたり、さらに本作では全ての家具を屋外に設置できるようになったことで、地形や家具を組み合わせた個性的な島を作ることができるようになったの。YouTube でも職人みたいな人がたくさんいるんだよな。あとは本作では季節ごとのイベントも歴代で最も多く実装されていて、クリスマスやハロウィンなど定番のイベントの他にも、カーニバルやメーデーなど一年を通して様々なイベントが開催されているの。やっぱり動物の森シリーズといえばイベントが盛り上がるんだよな。そして、このイベントをより盛り上げた演出が任天堂によるアップデートになるわね。本作の発売以降に任天堂は細かなアップデートで新イベントや家具を追加していって、毎日プレイしていても飽きないように配慮されていたの。確かに今回のシリーズは今まで以上に長く遊んでも飽きなかったな。あとは本作のアップデートで忘れられないのが、先日実施された最後のアップデートになるわね。確かに、あの発表は震えたんだぜ。具体的には2021年11月4日に行われた最後のアップデートで、喫茶店やカッペイのボートツアー、店が集まる広場など過去最大のアップデートが発表されたのだけれど、さらにサプライズに初の有料追加コンテンツとして、ハッピーホームパラダイスが配信されたの。ハッピーホームパラダイスは 3DS で販売されていた派生作品、ハッピーホームデザイナーの後継とも言える内容で、主人公の住んでる島とは異なるリゾートで動物たちの理想の別荘を作るというものなの。今もプレイしてるけど家具を自由に使えて面白いんだぜ。そうね、本作は家具の配置や家の外観デザインなどをメインとした作品で、膨大な数がある家具を自由に配置して楽しめるといった、本作の醍醐味を気軽に味わえるものになっているの。通常だと家具が揃わなくて諦めていたインテリアも、これなら誰でも自由に出し入れできて楽しめるんだよな。ということで3部にわたって紹介してきた動物の森の話題は以上になるわ。初代から振り返ってみると進化の工程が分かって楽しかったんだぜ。最後のアップデートが配信されて今後の展開が気になるところだけど、まだまだスイッチの動物の森は楽しめそうね。確かにやり込み要素が多くてずっと遊べそうだぜ。みんなも動物の森の思い出をぜひ教えてくれよな。それから動画のリクエストもコメントで募集してるわ。この動画の評価やチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。